に狂った女、北条政子。当時の有力武家は一族を増やすために多くの妾を持つのが当たり前の時代だが、北条政子は源頼朝の浮気を許さなかった。出産のために頼朝の元を離れていた政子だが、その際頼朝は亀の前という女性を家臣の家に住まわせ、そこに毎日通っていた。出産後にこの話を義母の牧の方から聞かされた政子は、牧の方の父である牧宗親に命じ、屋敷を襲撃させ建物を破壊し尽くした。これを知った頼朝は実行犯の牧宗親を厳しく罰するが、時政の後妻の父親であったことから、今度は時政が激怒。これを機に源氏と北条氏の仲が悪化してしまったのだとか。そんな政子の夫の浮気を許さない行動は、一途で嫉妬深い性質のものとする一方で、実は自分の立場を欲するための冷静な判断であるという説も存在している。政子が自分の子を跡継ぎにするためには性質であり続けることが大切だったのだ。つまり政子が許さなかったのは浮気をすることではなく、妾との間に子供が生まれることだった。